皆さんこんにちは、花上純です。今日の動画はですね、コストコ購入品紹介の動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、仕事終わりにマネージャーさんの車で行ったので、車だからということでここぞとばかりにたくさん大量に買ってきましたので、何を買ったか皆さんにご紹介したいと思います。それでは最後までご覧ください。 Let's get started。まずは食材系から紹介したいんですけど、冷凍のもの早く紹介してちょっとしまわないと溶けちゃうから先に紹介しますね。まずはこちらです。もうちょっともう溶けてびちゃびちゃなんだけどKirkland のスリーベリーブレンド、ベリーミックスですね。私朝プロテインを混ぜたヨーグルトをよく食べるんですけど、それにちょっとトッピングで乗せて食べたら美味しいかなと思って買いました。結構な量あるからサクサクいきますね。これもね、カークランドのレッドグレープフルーツですね。これ何、シロップ漬けみたいな、シロップ漬け的な。グレープフルーツが大好きです。はい、冷やしてマネージャーさんをこき使っている私レッドグレープフルーツシラップ漬けって書いてありますね。いや、うまいやん絶対こんな。うんまっめっちゃ美味しい。なにこれ。しかも罪悪感ない、なんかフルーツだからか。皆さんもコストコ行ったらぜひこれ買ってみてください。なんか今日一日仕事疲れたから、なんか落ち着いちゃう。これ食べながら視聴者さんのこと置き去りでホームビデオになってますね。ホームビデオみたいになって。後で全部食べますね。続きましてこちら、チキチキボーンでございます。なんで買ったかというと、すごい私懐かしくって、子供の頃におばあちゃん家行ったら必ずこれが出てきたんですよ。おばあちゃんがチキチキボンあるわよって言っていつも出してくれたんですね。で、私大好物だったんですよ。で、これを発見して久々に見たなと思って、普通にスーパーとかに売ってんのかな。私基本料理しないので、なんか自慢げに言うなって感じだけどだから久々に見たぜと思って買いました。これ有名なんですよね。だいぶ崩れてる、ごめんなさい。これはね、ハイローラー BLT っていう。食べてみてください。あ、こんな感じ。美容系 YouTuber 実食。美味しい、うん、こっそり1個ずつ食べれるやつです。え、賞味期限あと1日なんですけど無理ですねだからこれは今日2人で食べようと思います。了解です、うん、疲れてますね。今日何のイベントだったんでしたっけ。スナイデルさんのコスメラインのブランドで、スナイデルビューティーっていうブランドがあるんですけど、インストアイベントで新宿ルミネの2階にあるスナイデルビューティーさんの店舗でお店の中でイベントをするんですけど、それのゲストとして出演してきました。ありがとうございました。すごいハッピーでした。楽しかった、また呼んでほしい。続きましてこちら、口の中のものがなくならない。水大丈夫ですか。歯大丈夫。歯大丈夫ですということで、続きましてはですね、パンオンショコラというものを購入しました。これも有名なんですよね。これもコストコといえば的なやつの商品かもしれないですね。まあ他にもあると思うんですけど、これはね、試食できたんですよ。食べたらすっごい美味しかったから、誰かにちょっとシェアしながら頑張って消費したいと思います。続きまして、これはフルーツグラノーラ。これヨーグルトに混ぜて食べるのが好きで、絶対に使うので大容量っぽいなと思って買いました。で、一応まあ脂質が 70% オフのやつを買いました。こちらです。こちらもカークランドの果汁 50% のグレープフルーツジュースですね。なんで 100% なのかと思ったフルーツがカットされてるパッケージのやつが 100% って言いますよ、基準が。化粧品業界でいう薬事法的な、あ、的なグレープフルーツジュースを買いました。大物行く、大物行ったらいいんじゃないですか。とりあえず大物、ちょっと待ってとりあえず大物からいきます。とりあえずはパークランドのトイレットペーパーですね。これ30ロール入ってるそうです。こんなにいらないんですけど、絶対に使うものだからと思って買いましたでも家に帰ってきていろんな棚開けてみたんですけど、これが入る収納スペースはうちにはありませんので、むき出しに置いとくしかないなと今のところ思ってます。ちなみにまあ興味ないかもしれないけど、ダブルです。2枚重なってるやつ、はいすごいことになってますねあとね、食べ物系っていうか、まあこれは私が普段飲んでるプロテインなんですけど、マイプロテインの今回はね、ロイヤルミルクティー味にしました。まあ、私飲むとしたらロイヤルミルクティー味かモカをよく飲むんですけど、モカが本当は欲しかったんだけどモカなかったから、まあミルクティーでもいいかなと思って買いました。続きまして、私が普段使っている柔軟剤の大容量バージョン、フレアフレグランスですね。
私からはフローラルスイートな香りがするということでございます。黙れ本当に続きましてこちら同じ洗濯系なんですけど、こちらは洗剤、液体洗剤ですね。私普段ナノックス使ってるんですけど、ナノックスがなんか見当たらなかったのでアタックを買ってみました。初めて使う。続きましてこちら蒸気でアイマスク、3種類香りが入ってるやつですね。柚子とローズとラベンダー。私これのね、柚子が一番好きなんですけど、これは結構私普段からよく使ってて、寝る時に私結構真っ暗じゃないとぐっすり眠れないタイプなんですね。普通のアイマスクの代わりに夜寝る時にこれをして、朝方通れてどっか行ってるみたいな感じで結構普段からよく使うのでストックとして買いました。お得です。続きまして、これ結構気になるんじゃないですか。ここからはこれは気になるかな、皆さん。皆さん気になって仕方ないでしょ。延長コードを買いました。 USB が4口あって、コンセントが6っすね、そんだけです。私気づかなかったんですけど、マネージャーさんがそれ回転しますよって言ってくれて、それは便利じゃんっつって。充電器同士ぶつかるじゃないですか。わかるわかる、めっちゃわかる。めっちゃなんかあるじゃないですか。それがこれないっす。まだ使ったことないので感想まだ言えないんですけど、楽しみです。使うの、まあ、楽しみってことは別にない。延長コード使うの楽しみってないの。なんで今楽しみって出てきたんだ。続きましてこちら魔女工場の美容液です。これ結構なんか話題になってましたよね、一時期ね。クレンジング最最近気に入って使ってるのが、ここと同じやつのオイルクレンジングが気に入って使ってるんですよ。なので話題だったし、いいっていう人多いし、私も使ってみたいと思ってくればせながら購入してみました。使ったことある人感想教えてください。続きまして、急に食べてる、プリマビスタの化粧下地ですね。紫のバージョンじゃない、普通バージョンを普段使ってるんですけど、こういう紫のカラーをベースメイクの前に仕込んでおくと、夕方のその顔のファンデーションが酸化してくすむじゃないですか。それがちょっと軽減できるのかなと思って、皮脂崩れ防止系のロングラスティング系の下地だけど、それに加えてくすみも飛ばせたら、まあ一石二鳥かなと思って買ってみました。続きまして、ウェレダのボディオイルですね。お風呂上がりとかに多分使うやつだと思うんだけど、ウェレダのオイルは使ったことなくて、ウェレダのヘアケアグッズがすごく好きなんですよ。だからまあこれも良さそうだなと思って買ってみました。使うの楽しみ。最近私体がカッサカサで痒くなってくるぐらいカサカサになるんですよ、なぜか。夏なのに、夏って大体汗かいてベタベタして嫌だっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけど、なんか私すっごいカサカサしちゃって、女子らしき生き物としてカサカサしてるの良くないのかしらと思って、保湿を頑張ろうと思って買いました。はい、ということでラスト、これはビオデルマのウォータークレンジングですね。クレンジング水、使ったことある人多いんじゃないかなっていう商品ですね。すごい人気。ただね、ちょっと高いんだよね、普通のクレンジングに比べて。と思ったけど、2個入りでこれだったらまあ許せるかなっていう値段だったから買ったっていう感じですね。がっつり洗面所でクレンジングガーってやって洗顔してっていうのがめんどくさい時に、コットンでバーって落とせるように買いました。クレンジングシートとかを買えばいいんですけど、それだとあんまりなんか乾燥しちゃってと思うので、敏感肌さんでも使えるのですごいおすすめです。ということで以上なんですけれども、終わり。結構買いましたね、うん、結構買った。総額、そう、総額、こちら今ご紹介した総額発表いたします。ドラムロールお願いします。いらない。ドルルルル、46,777円でございます。拍手。私コストコにそんなに普段行く機会がない人間だし、今日車だったし、マネージャーさん一緒だし、たくさん買って荷物も持ってくれるし、ここぞとばかりに買わせていただいてっていう感じなので、明日からちょっと節約すれば大丈夫かなっていう感じです。ということで、いかがでしたでしょうか。楽しんで見ていただけましたか。食べながら話すとか言ってんのに全然手つけてないんだけど、この後ちゃんと食べますのでご心配なく、無駄にはしませんので。ということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、いいねとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。今年中に10万人の登録者を目指して頑張っておりますので、ぜひ皆様のお力を貸してください。よろしくお願いします。ということで、私の各 SNS もフォローぜひよろしくお願いします。以上、花上純でした。じゃあねー。